住吉の長屋。住吉の長屋は、建築家、安藤忠夫の初期の代表的住宅建築。1976年、昭和51年2月竣工、大阪市住吉区の三軒長屋の真ん中の一軒を切り取り、中央の3分の1を中庭とした、鉄筋コンクリート作りの小住宅。総工費予算は解体費を含め1000万円。外に面しては、 最高目的の窓を設けず、最高は中庭からだけに頼っている。玄関から内部に入ると今があり、台所や2階に行くには中庭を通らねばならない。限られた予算と敷地という厳しい条件の中で、添平率などの多くの条件をクリアしながら、通風や最高を確保し、豊かな空間を創作するため機能性や便利さを犠牲にしてまで、 真に必要な生活の質を究極にまで突き詰め、機能性や連続性に絶対的価値を置くことに疑問を持っていたという安藤の渾身の表現であり、関西に根付いた長屋の住み方を現代風にアレンジしたものをして高く評価される。一方で、使いにくい、雨の日に傘をささないとトイレに行けないなどの当然起こり得るべき非難もあった。また、航空写真。 もしくは背面から建築物を見ると壁面が一部セットバックしており一般に公開されている綺麗な長方形の平面図は一部フィクションであることがわかる一連の避難については UT 秋ポッドカスツ安藤忠夫建築を作る都市を作るその2体において安藤自身が述べていることが確認できるまた現在も世主との信頼関係があるらしく 冬の寒さを訴える施主に対して、アスレチックに行けと言っているとのこと。施主は、電通神戸支店社員で、隣席が、作家の新井光であった。新井は施主に向かって、ゲリラなんてそんな変わった人、やめときと言ったそうだが、後に、安藤自身が確かめた時にはそんな子は言っていないと、答えた。施主は雑誌に掲載されていた、屋敷を見て、安藤に依頼した。当初。 セシュは、スペイン風を希望していた。三軒長屋の真ん中であったことから、解体時に、倒壊の心配があった。安藤自身、後に知ることになるが、軟弱な地盤であったため、基礎を触ることで、建物がずれる、可能性があり、実際に基礎を切ったために少しずれたが、倒壊は免れた。施考は、誠建設株式会社、大阪市西区によるもの、2011年、 安藤は、次女、住吉の住宅の中で、摂主が未だにうまく住みこなしていることに驚いていると、述べた。そろそろ中庭に、屋根でもかけたらと勧めたことがあるが、もうここまで来たら、住み続けますと一周された。近畿地方、京都、大阪の長屋住宅は、中庭、通りには、校庭を備えることを理想とする、住宅様式である。しかし敷地が十分でない場合など、 良好でない住環境となることも少なくない。安藤自身がそうした住環境に長年住み続けて、生活にとって重要である通風、最高、日照などの確保を実質していたことから、大胆なデザインによる革新的な住宅が着想された。敷地は間口日県、奥行き市地まで14坪しかなく、施助の当初の意向など到底反映されないと考えた安藤は、 長屋をすっぱり切り取って、コンクリートの箱を入れ、抽象的な芸術に近いようなものにしたいと考えた。安藤曰く、単純ではあるけれども実際には単純ではない。物理的にはどれほど小さな空間であっても、その小宇宙の中に、かけがえのない自然があり豊かさがあるような住宅を作りたかったのす。と述べている。また、全体の約三分の一を中庭にすることで、 憲兵率60%でも敷地いっぱいに建てられる合理性もあると考えた。西洋的な環境の中に日本的感性を持ち込むため、日本建築で採用されてきた寸法を採用し、7尺5寸、約2.25メートルという天井の高さを決めたとされる。内装材や家具などは天然素材を使用、床は石材、フローリング、家具は木材である。 批判的意見に対しては、この辺りの小さな町屋の空間の記憶、生活の歴史や伝統、といった人間が生活する上で切ることのできない、要素を、かつての建物の形や材料を用いることで直接、伝承するでなく、リチャード・セラやケディの絵ではないが、徹底的に抽象化していった、幾何学的な四角い箱の中に、人々が永遠と住み続けていた町屋という伝統的な住まいや、 自然に対する考え方、そういったものをすべて一気に封じ込められたと述べている。コンクリート打ち話の発想を住宅に持ち込み、その後の多くの建築家に与えたインパクトは色あせておらず、未だに多くの見学者が押し寄せているが、個人宅のため内部の見学はできない。2008年、平成20年に東京で開かれた安藤の建築店、朝鮮原点から、 マイナスでは、原寸大の模型が展示された。近年、コンクリート打ちっぱなし建築自体の健康に対する弊害が取り沙汰されて、中には、コンクリート住宅に住むものは9年早死にするとする研究もあり、最近では、国が学校建築に対しても木を多用するよう指導している。光庭を中心として、四季の移ろいを肌で感じ、時に恨めしく、 心を踊らされ、ある時は格闘を強いられ、あるいは諦めたこともある。生きることに飽きるということがなかった。剥き出しの光にはが安易な利便性を排除することで、不便と引き換えに天まで届くような精神的な大黒柱をもらった、建築三十五年後の二千十一年に。1979年、昭和五十四年に日本建築学会賞を受賞。年、 平成18年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。